隕石探しで見つかった隕石隕石とは惑星間空間に存在する固体物質が地球などの惑星の表面に落下してきたもののこと。隕が常用漢字に含まれていないため隕石と混ぜ書きされることもある。昔は天隕石、天鉱石あるいは星石などと書かれたこともある。惑星間空間に存在する固体物質が地球あるいは 惑星表面に落下してきた際、大気を通過中に高熱で気化せずに残ったものが隕石である。1985年までに発見された2700個の隕石中、落下するところが目撃されたのはおよそ45%である。南極では日本をはじめとして、各国の南極観測隊が1985年まででも7500個の隕石を回収した。 隕石カタログには22,507個が掲載されている。このうち21,514個が石質隕石、865個が鉄隕石、116個が石鉄隕石である。放射性同位体を用いた測定によって隕石の多くはおよそ45億年ほど前にできたもので、太陽系の初期惑星が形成された。 当時の主源的な物質であろうと推定されている。また、隕石の起源天体と流星物質の起源天体は必ずしも同種ではない。大きさ地表に到達するまでに小変になることもあれば、大きな塊のまま到達することもある。大気との衝突によって多数の破片になり、楕円形の地域。この場合は数百グラムから数キログラム程度のものが多い。 今のところ発見された中で最大とされる、ホバ隕石大きな塊のまま落ちてくることもあり、北アメリカのバリンジャー隕石港を作った隕石は、数万トンから数十万トンの質量だったと、推定されている。隕石そのものが発見された中で最大なのは、ナミビアのホバ隕石で、重さ66トンである。英語では、メテオリットメテオライトの語源は、ギリシャ語、メテオロンメテオロンで、 メタウロスメテオロス、空中高くの意の形容詞に由来する。陰の字は、高所から下に落ちるという意味で、これをメテオの訳語に使ったのは、宮里ただし生の陰性石が最初と思われる。その後、明治20年代には隕石あるいは大隕石の語が用いられている。落下の様子落下の時には巨大な火球が出現し、夜間は空が真昼のように明るくなることもある。 衝撃波による爆音の響く範囲は数十キロメートル四方を超えることも多い。伝承様々な地域に隕石のことを語ったと思われる伝承や記録が数多く残されている。旧約聖書の吉明には次のような記述がある。主は天から彼らの上に大きな石を降らし、あぜかに至るまでそうしたものだから、撃たれて死んだものの数は、 イスラエルの人々が剣で殺した者の数よりも多かった。吉秋獣章11節俗日本記の天平法事8年9月18日上の記録として、全夜あり星、落ち押しかつ不正あの上という記述がある。落下の伝承と隕石自体が現存する中で最古のものは、861年に福岡県農型市に落下した農型隕石である。 ただし、脳型隕石が実際に落下したのは1749年と、する説も存在する。金属鉄と、計算円鉱物の比率で大きく3つに分類される。鉄隕石、鉄隕石は、主に金属鉄からなる隕石である。分化した天体の金属核に由来する。ニッケルガン有比と、構造から、ヘキサヘドライト、オクタヘドライトはタキサイトに大きく、分けられる。 オクターヘドライトには数百万年の時間スケールでの冷却によって生じるウィドマンシュテッテン構造が特徴的な模様として現れる。これは FENI 合金の正八面体形結晶構造が出現したものでオクターヘドライトと呼ばれるものの特徴である。平均して8.59%程度のニッケル、0.63%程度のコバルト、数 ppm の金。 イリジウムなどの貴金属も含まれる。また少量のリン及び炭素などの非金属元素も含まれる。地域によっては農具などに利用されていた。日本等の原料として使われたこともある。石鉄隕石石鉄隕石はほぼ同量の FENI 合金と計算事を鉱物からなる隕石である。分化した天体のマントルに由来する。パラサイトとメソシデライトに分類される。 固体惑星に似た蘇生の焦点体のうち、おおむね直径1 0 0キロメートル以上のものは内部が誘拐しうると考えられている。焦点体の内部で誘拐が生じれば、重力によって成分分離が起こり、密度の大きい金属が中心に集まって核となり、これをより密度の小さい岩石質の物質が包んでマントルとなる。このような焦点体が、 相互衝突などによる何らかの外力を受けて破壊されたものが隕石として地表に落下してくる天体小片であると考えられる。中心核が鉄隕石であり、マントル部が石質隕石である。小天体の中心核とマントルは明瞭な境界があるのではなく、境界領域では金属鉄と岩石が混在する。これが石鉄隕石の起源物質であると考えられている。 トロイライトと呼ばれる鈍い金属光沢を持つ硫化鉄鉱物を伴うことが多い。石質隕石は主に計算需要鉱物からなる隕石である。急流状構造のコンドルールがあるコンドライトとないエーコンドライトに大きく分けられる。コンドライトは未分化の天体、エーコンドライトは分化した天体の地殻やマントルに由来する。ガツ隕石。 火星隕石などはエーコンドライトに含まれる。2013年チェリャビンスク州の隕石落下では、火球が目撃され、衝撃波で多数の人が負傷した。写真は、火球が空中に残した後、日本に落下した隕石。薩摩隕石、白萩隕鉄、ソ根隕石、ベーノーツ隕石、気仙隕石、タガミ隕鉄、国分寺隕石、ミホノ石隕石など。 国立科学博物館の展示。中華人民共和国に落下した南端隕石の中で最大の破片、1710kg。国立科学博物館の展示。国全体の面積が小さい日本では、落下する隕石の数はそれほど多くないものの、人口密度の高さゆえ、隕石落下に伴う火球の目撃や落下した隕石の回収率は高い。 隕石と認定されたものは50個ほどである。最古のものは861年5月19日に福岡県能型市に落下し、須賀神社に保存されている能型隕石である。これは落下記録が残るものとしては現存最古であるとする説も存在する。南極地域観測隊が1969年に山と山脈のふもとに集積していた9個の隕石を 採集したことに橋を橋、その後、南極大陸の特定の場所に隕石が集積するシステムが明らかになり、現在まで16,700個の隕石を発見、回収した結果、日本は世界で2番目に多くの隕石を保有する国となった。南極で発見された隕石の大半は、国立極地研究所の南極隕石研究センターが保管しており、 分類と研究が進められている。他に海外で発見された隕石を博物館などが保有しているものもある。新しい隕石には回収地点に近くにある高級的な特徴を有する場所にちなんだなるべく具体的な名前が付けられる。妥当な名称としては河川、山、湖、湾、岬、島などの地理的特徴や市町村や軍、州などの政治的特徴。 公園、史跡、鉄道駅などの人為的活動の場所などがあり、その他の建物や商業地域、学校、橋、道路、ゴルフコースなどの、主に直近の人為的活動に関連した場所は、一般的に認められないが、人口がまばらで地名が少ない地域では、やむを得ず、高級的でないものや極端な場合には、地元の非公式な名称などが用いられることもある。 同一地域内に2個以上の異なる由来の隕石が落下した場合、利用可能であれば別の地理的特徴を命名に用いる。そうでない場合は、とアルファベットの符号をつけて区別する。南極やサハラ砂漠のように隕石の採集が密集している地域では地理的情報を伝える一般的な接頭辞と適切な一連の数字の設備辞をつけるべきであるとされる。 南極で発見された隕石は総称して南極隕石と呼ばれる。南極隕石は同じ地点で大量に発見されるため特別な命名がなされる。日本の南極地域観測隊が大和山脈で発見した隕石は総称して大和隕石と呼ばれる。当初は命名規則通りなどの符号をつけて識別していたが数が膨大になったため現在は ヤマト75105などと番号で呼ばれる。5桁の数字の上2桁は発見年を示し、残りの3桁はその年に発見された隕石の投資番号を示している。この隕石はヤマト山脈で1975年に発見された105番目の隕石であることを意味している。同様にアスカ基地周辺で発見された隕石はアスカ、 アランヒルズ周辺で発見された隕石はアーランヒルズと名付けられる。この命名は正式な命名規則が決定するまで暫定的に国際的に認められることになっている。隕石は落下時に地球の重力によって激しく分解され大気との断熱圧縮で激しく発熱する。この時隕石表面が溶け溶融核ができる。しかし、 一般に隕石かどうかの判定は、専門家でないと困難である。また、落下直後ならば見つけやすい。屋根を突き破って落ちてきたり、木の枝が折れていて、下に見慣れない岩石があった時は隕石である。可能性が高い。また、火球が観測された翌朝に発見されることも多い。しかし、実際に隕石が発見されるのは、極めて稀である。 山中や河原などで隕石のように見える石を見つけても、ほとんどは地球上に存在する鉱物、岩石、もしくは鉄鉱石を人間が加工した人工物である。いずれにしても鑑定するには、大学の研究室や、それに類する研究機関に送付する必要がある。実際の鑑定としては、落下直後ならば隕石中に含まれる。 放射性各種の改変に伴う放射線の測定、また、酸素同位体測定、気ガス同位体測定などの同位体比測定を用いる。しかし、これらの測定は破壊分析のため用いる資料が微量必要となる。隕石は大気圏突入前まで宇宙船にさらされているため、エネルギーの高い宇宙船による隕石構成元素の核破砕反応によって26。 AL など様々な各種が生成される。これらには当然放射性各種も含まれる。中には極めて単純命の放射性各種も存在するため、落下直後に測定を行うことは、架空中科学にとって非常に重要である。隕石と称して岩石を売る業者があるが、本物である可能性は極めて低い。これも鑑定が困難なことに起因している。 日本では一般に最初に拾い上げた人物が所有権を主張することができるとされる。ただし、私有地において見つけた場合、地面にめり込んでいるかいないかで所有権が分かれ埋まっている場合は土地の所有者のものとされ埋まっていない場合、拾い主に権利がある。土地の所有者が真剣に所有権を主張した場合、この限りではない。また、同じく建物にめり込んだ場合は、 建物の所有者が権利を主張できる。隕石や化石の国外への持ち出しを禁じている国もある。日本各地には星にちなむ地名が残り、その多くが隕石あるいは流星に関わる伝承を持っている。また、隕石と思われる遺物はしばしば信仰の対象となり、日本のみならず海外にも残る。アメリカ自然史博物館に展示された、ウィラメッテ隕石2019年。 中華人民共和国の保東国際空港税関は隕石の虚偽の輸入申告を次々と摘発した。同年7月だけでもロシアなどから送られてきた国際速達郵便物から虚偽及び輸入規定に違反した隕石のかけら57、合計 3.86kg を押収した。また、9月には虚偽申告により持ち込まれた 857kg もの、 隕石が発見されている中国国内で誰がどういう目的で隕石を求めているかは不明。ありがとうございます。